ご登場いただきましょう。それでは本日の主役でございます、元横浜 F マリノスミドフィルダー中町浩介さん、声援が飛んでます。黄色い声が飛んでます。はい、ということで中町さんです。久々、松さん、そして雄三さん、よろしくお願いします。それでは、松さん、サポーターの皆さんに一言お願いします。お久しぶりです。先週日本帰ってきました。で、まあ、ちょっと今このタイミングで言うのあれかもしれないですけど、ユニフォーム寄付いただいて皆さんからしっかり向こうに届けてますんで、その説ありがとうございました。早速でございますけれども、マチさんからサポーターの皆さんに今の現状のご報告、ね、現在されている活動とかをもうたっぷりとお時間を取ってありますんで、お話ししていただけたらと思うんですけども、いいですか。何ですかね、昨年度、昨シーズン、はい、向こうってヨーロッパと同じシーズンなんで、その日本と違ってで6月で終わるんですよ、シーズンが、ね、なので向こうの夏に入団して、で警察のチームに入ったんですけど、はい、はい、だけど、まあ、皆さん想像つく方もいらっしゃると思うんですけど、結構そういう、なんですか、発展途上国の警察ってこう賄賂とかそういうのすごくて、あー、なんかチーム入る時も賄賂渡さなくちゃ入れないし、で賄賂渡して、自分でこうワークパーミットって言って、向こうで外国人って働くときにこう必要なんですけど、そういう許可証っていうか、それも自分で払うって言ったのに、結局なんか出されたオファーとかが、あれは結構もう、だからもう本当数万円みたいな、で僕はでももうサッカーしに行ってるっていう感覚で入ろうとしたんですけど、監督、コーチで強化部長みたいなところ、あとその上の人たちからの、いや、いくらくれんだっていうのが多すぎて、1月、2月ぐらいもう抜けちゃいましたね、そのチーム。あー、そのチームは全てが金だったわけですね。てか、どこでもそうです。あ、どこでもそうなんですか。だからよく、当時だからマリノスから、ゼスコっていうところ入ったんですけど、よく普通に入ったなってぐらい、監督とまずお金のやり取りしないと入れないし、まあ、だからちょっと移籍した当初試合に出れなかったんですけど、他の選手はみんなやってるんで。契約金とかその正規な感じじゃなくて、お金のやり取りがある。契約金の、例えば監督だとしたら、契約金の何十パー渡すから入れさせてくれとか、そんな話。はあ、日本は健全ですよ。だから健全ですね、ちゃんと入ってきてますね、選手は。はい、そんな話聞いて、雄三さんどうですか、日本でサッカーされてたんですけど。まあ、日本でね、やってきたのは当たり前だったから感じないですけど、やっぱそういうところはまだあんだなっていうところと、このユニフォームを上がったら街に渡せっていうのを、いつ渡すんだよ、いつ渡すんだよ、そわそわしちゃって、なんかまず最初の仕事をしてない。なんか今ちょっと手で汗拭いてましたもん、なんだろうね。やめなさい。じゃあ街帰ってきたんで、お、来てもらいましょう。じゃあ来ていただきましょう。ありがとうございます。いや、でももう高嶺の花なんで、マリノスは。はい、嬉しいですね。ありがとうございます。マザーシェルターの建設とかリノベーションと、あとはまあ、スポーツを通じた社会貢献ということで、その2本柱ですね。なんで皆さんにお手伝いいただいて、ありがとうございます。みんな、いつの間にか手拍子になったもしか手振ってあげてもいいですか。すごいですね、覚えてくれててるんですね。いやいや、覚えてるでしょ、そりゃ。感慨深いです。はい、聞いてる僕らは気持ちが良くてしょうがないですけどね。皆さんも本当にやりたかったでしょ、ちゃんとね。皆さん優勝経験者ですけど、俺優勝経験してないですからね。言わない。いなくなったんだから。
どうすればいいんですか。はい、いや、ゆうぞうさんどうしますか。いいですね、なんかちゃっかり、はい、町の会なのに。ありがとうございます。はい、こんなの初めてですよ。いや、初めてですよねえ。なんなら町さんのもう一回いいですか。大丈夫です、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、まさかこの展開になると思わなかったらびっくりしましたね。全体感でアフリカ、まあ、ザンビアですかね、でどんな感じの国なんですかね。なんか僕らアフリカっていうと一緒くたに考えがちなちょっと印象もちょっとあるんですけど、まあ、でも感覚は違いますよね、やっぱ日本人と、うん、でもその街自体は僕がいるところはすごい発展してきてて、もうあの物価も向こうの方が高いですし、むしろ。あ、そうですか。はい、まあ、今円安じゃないですか、とかそういうのもあったりとかして向こうの方が高いですし、うん、まあ、でもやっぱり海外に住むってなってましてアフリカってなるとそういうとこはやっぱ難しいですね、うん、さっきのお金の話で言うと例えば給料とかって日本だとやっぱり普通に何ですか、給料日みたいなの払われるじゃないですか。あれとか入らないんですよ、もちろん入らなくて、で僕とかは何ですか、日本人だし迷惑かけたくないと思って何も言わなかったりするんですよ、チームに。そうするとみんなからお前はシリアスじゃないって、お前は真剣じゃない、サラリーにって言って俺が責められたりとかしますから。ちゃんとした謙虚なのにシリアスじゃないって言われる。謙虚な日本人ダメです、言ってかないと。やっぱお前真剣じゃないわって言われて、だから俺のせいとかになりますからね。やっぱ狩猟民族なんですかね。でしょう ね、はい、そんな、じゃあいろいろなんかあれじゃないですか、まあ、文化的な環境的なことも含めてなんかおって戸惑うことがたくさんあったんじゃないですか。全部です。全部、はい、至るところで、例えば車とかこうなんか、はい、日本人気遣うじゃないですか、相手、うんうんうん、あの相手の方を、うん、でありがとうみたいなとかのやり取り一切ないです。めちゃくちゃ文句言われます、むしろ。はあ、はい、このやっぱスキンカラーってダメなんで向こうは、はい、何かあったらそれこそなんか言われるし、うんうん、まあ、だからそういうボランティア活動も結構大変なとこもあって、うん、なんか俺にもくれ俺にもくれっていうのがすごい多いんで、ちょっとなんか自分の気持ちとのそのバランスみたいなの取るのは結構難しいですね。なるほど、優しい気持ちがなんか逆手に取られちゃって、なんかくれなんかくれみたいな感じになっちゃってるみたいな。なんか結構部屋を求めるじゃないですか、日本人って、やっぱりこういう心のつながりとかも求めたいし、そういうのは一切ないですね。そんなアフリカですけど、ゆうぞさん行ってみたいですか。街に行った年くらいにザンビア来てくださいよって言われたんですけど、一瞬考えたんですけど、片道1日じゃつかないんだっけ。26時間ぐらい。ちょっとね、まあ、地球の裏側みたいなもんですもんね。ゆうぞう君横浜好きですから。あー、家もね、別に県外ぐらいだったらいいですけど、さすがにね、近いな、アフリカで行って県外楽しみ何なんだろうって、もう街に会いに行く以外、まあそれでもいいんですけど怖いし。だって現役の時にそれこそとてつもない巨額オファーが海外から来ても断って、俺は横浜が好きだって言って残る人ですからね。じゃあアフリカ来ないですよ、それは。あー、なるほど。まあ、チーム的には嬉しいですけど、ただ、あれですか、本当に怖いのか、本当にデブ賞なのか、どっちかですよね。多分、後者です。デブ賞、デブ賞なんだ。サッカーボール500個、プレゼントしてるじゃないですか、マシさん。まあまあ、あのマリノスにいた時からですね。そうですよね。はい、それで、向こうの子供たちのサッカー事情とかってどうなってるんですか。要は、お金がないんで、うん、そうやってビニール丸めた、子供たちがこうサッカーが多分一番お金がかかんないんで、それをやってるって感じですかね。なるほど、なるほど。でも僕のその所属したチームですらサッカーゴールがなくて、あのラグビーのあの H ってあるじゃないですか、はいはい、あれサッカーゴールとしてやってましたから、練習。あれが、ああ、はいはい、使えるもの何でも使っちゃえる、何でも使うし、もう整備された芝生のグラウンドなんてないですね。そうですよね、アフリカって言うとなんかラグビーの印象強いですよね、やっぱりね。それとも南アフリカじゃないですか。あ、そうですね、はい、ザンビアとかはないです。ザンビアとかないですか、はい、ゴールは、まあ、あるところはありますよね。だけどネットはないですけどね、ネット盗まれちゃうから。あ、ラグビーのゴール、確かに。ゆうぞうさん、マイク使ってください。ここでボソボソ喋って、何、みんな何言ってる。いつも通りの会話になってるだけですからね、これね。そうそうそう、居酒屋と勘違いしょ。あ、だからちょっとここ発言構えてる。ご自身の選手としての現在についてお話しくださいということなんですけども、マシさん。
いやもうだからチーム出たり入ったりばっかりですね、でも結構そこら辺はみんなタフで、こっちみたいに契約に守られてるわけじゃないんで、あの行ってじゃあもうじゃあ明日から契約ねとかってもあるし、逆に言うと2ヶ月後とかにお前もういらないって言ったらパンって弾かれちゃう時もあるし、アルバイトみたいですね、なんかアルバイトみたいですね、本当にこう契約社会っていい意味での契約社会じゃないんで、普通に次の週土曜日負けて次の週の月曜日になったらあのお偉いさんが来てお前らもう参加しないでって言われたりとかするんで、はあ、まあそっか、だからお偉いさんのもう鶴の一声でってやつですね、もうダメですね全部ね、はい、そういうじゃあ J リーグと、ザンビアリーグのその違いっていうのは全然違いますよ、ましてやマリノさんって言ったら全然違いますね、こっちが恋しくなることないですか？いや、恋しくはならないですけど、だけど、もう自分で、ここは言っといた方がいいですよ。いや、俺もだって38ですよ。恋しいって言ったら、選手で入れるわけじゃないし、そこはもうなんか、あれですよ、もうちょっと もう切り離してます。立ち位置が雄三さんと同じになる。クラブシップ 副キャプテンでいいですか、じゃあ。なんか格好がいいのか悪いのか分かんないですけど、格好良くないんじゃないですか。ね、飯田さん、お前もうこっちに来ないのとかいう話はしないんですか、マジだと。そんな話したっけ。そういう真面目な話はしないんです、ここで。そうですね、なんか真面目な話ちょっとお二人でしてみるのはどうですか。真面目な話っていうか、もうなんか街どうすんのって思うじゃないですか、ずっとアフリカにもう 4,5 年いて、でなんか SNS も更新しないと本当に生きてるのかどうかも分かんないし、そればっかですよね、気になるのは。だって連絡しないと全然よこさないし、で帰ってくるちょっと前ぐらいに帰りますみたいな感じで来るぐらいで、あ生きてたんだみたいな、で何してんのって言ったら今なんか香港なんか台湾にいるみたいな、何してんだろうと思うじゃないですか、まあそんな感じです。実家を離れた息子みたいな感じですたまにしか電話汚さねえですみたいな、ね、試合っていうよりも練習で、やっぱりもう個人個人なんでプレイヤーが、日本みたいにこうやってなんかミーティングしてこういう風に攻めろとかそういうのないし、試合に負けたら神様のどうのこうのって話になっちゃうんで。どういうことですか。いやだから神様がクリエイトしたっていう話なんで、もう宗教がやっぱすごいから、はいはいはい、海外ってやっぱそういうの多いじゃないですか、はいはいはい、結構ありますよねそういうのね。そうはね、なんで何のカルチャーすごい、カルチャーすごい、だから本当にそういうじゃあこの試合負けたからこういうとこ改善点だねとかもないんで、いや大変ですね。それでいてよくわかんないなんか太ってるコーチとかに、いやお前こうしろこうしろとか言われんのとか結構みんな太っ、なんかアフリカ人とかやっぱ太ってる方が年上はいいんで、あそう自分がリッチだっていう話だから痩せ細ってるとダメなんですよ。太ってる人の方がなんかモテるとか言うもんね。モテるのはちょっとわかんないですけど、でそういう何ですか、太ってるのがリッチな証拠っていうか、ふよかな感じ、ちゃんと食べ物がありますよっていう。なんでそこら辺はなんでお前に言われなくちゃいけないんだっていうのとかあるし、3時間練習して間の時間お祈りタイムあって、その後午後3時間練習とかあるんで、ああやっぱそういう感じなんですか。これはちょっと僕すいません、あの宗教がそこはないんで、何やってんだろうなと思いますよね。なるほど。その間何してるんですか。まあ、ずっと座ってますけど、例えば新加入の選手とかが来て、じゃあ他に選手こう30人ぐらいいて、誰かなんか意見あるやついるかって、その新加入の選手がそれこそ、まあ、向こうキリスト教なんで、そのキリスト教についてのここなんか聖書の何番にどうのこうのがあるって言ったら、ああこいつはリーダーシップがあるって言ってましたからね。もう訳わかんない、それがリーダーシップになっちゃうんだったらもうサッカー関係ないじゃんみたいな。なるほど。そういうのは起こり得ます。でもサッカーチームなんですよね。サッカーチームです、もちろん、はい、そうですよね。まあちょっと僕らで考えがね、およそ思いつかないことばっかりでございますけどもね。そんな、日本人のマチさんがアフリカのサッカー界に何かこれは貢献しとかないとなとかいうなんかこう形を残す、爪痕を残すっていうんですか。いやもう正直そういう気持ちないです。あ全然ないです。ないですっていうか、まあもちろんそういうなんか大義みたいなのをこう携えて向こう行きましたけど、やっぱちっぽけだなっていうのもあのこう認識させられますし、なる意味だからこうやってね皆さんと一緒にやれる活動とかの方がなんか自分のこうやってきたことっていうかに実感持てるというか、案外やっぱり一人でやれることってやっぱ限られてるなと思います。なるほど、はい、じゃあ向こうの
アフリカのサッカーっていう部分のことに関して言うとちょっときついですね。もう気持ち離れてますね。いや気持ち離れてるとは言いたくないです。結構大変です。そうですよね、はい、そうか、結構修行ですね。そうするとね、あの1ヶ月前ぐらいなんか部屋でベッドにいたら普通に爆発音バーンって聞こえて、はい、普通にあの銃弾打ち込まれました部屋に。安全なんですけど、でザンビアとか安全なんですけど、なんかたまたま銃弾入ってきました。いやいや、たまたま銃弾入ってきましたね。たまたまえ、マチさんの部屋でしょ。部屋に、そこら辺に怖後日インスタ上げますね、その何、あそうです、ね、銃弾みたいなのが、はいはいはい、なんか先っぽなんかしょがれたっていうか、なんですか、うんうん、曲がったやつ、うん、在籍されていた頃と比べて、今のチームにはどのような印象をお持ちでしょうか。あんまよくわかんないですよ、実は、うん、なというのも、うん、ダゾーン見れないんですね、アフリカで。まずダゾーンがない、ないというか見れなくて、見れない、はいはい、なんで、まあ、知ってる選手も結構少なくなっちゃいましたし、ええまあ、だからいるのはキーボーとかヒロキとか、はいはい、まあ、マツケンとか、うん、まあ、コータとかは知ってますけど、まあ、畑中慎之介とか、ええ、まあまあいますでももうそんぐらいだってなったら結構少なくないですか。ニューノさん、マイクこのクラブシップキャプテン、こういうのやってるんですよね、イベントとして。やってないんですか、いつも。一応ね、あのトークショーの時毎回毎回出てきていただいてるんですけどたまーにあのマイペースになりがちそうで、あの雄三さんがなんかボロッと言った一言で会話が進むじゃないですか。でもこっちの方でなんかちょっと薄ら笑いが聞こえるんですよでもキーボーとかはね、立派になってなんか嬉しいですけどね。木田さん大好きですもん、それ。はい、まあでもあの移籍僕がするときには、うん、あの僕1月1日までにマリノスにあの契約延長するかどうか決めてくれって言われてて、でその時にアフリカからこうオファーがなかったんですよ。あったんですけど、そのサインしてなくて、で全然わかんないなってなった時にキーボーからあの8番背負わせてくださいって言われて、戻るとこなくなっちゃったっていう。あ、オッケー、いやいいよみたいなまあ頼むわっていう話から、俺これもうアフリカ行かなくちゃいけないなって話になっちゃったんで、キーボーのせいです。ああ、はい、あと2年ね、マリノスのために頑張れたかもしれないのに、キーボーに、はい、聞いてますか聞こえてますかねえ、そうですか、ちょっと恨み節になってますけど活躍中の選手で気になる選手、今絶好調の F マリノスでございますけども、選手気になる選手とかいらっしゃいますか。まあ、でも優勝した時とかは外国人すごいなとか見て、うんうんうん、いう感じでしたけど、うんうん、でもやっぱり在籍一緒にしてたメンバー気になりますよね。そうですね、ゆうとさんはなんすか。いやいや、今気になってしょうがない選手。今気になって、いや、みんな気になるけど、この前ね、あのマツケンがなんかいつの間にかヘディンガーになってて、ねなんかやたらヘディングシュート入れるわ、まあ、惜しいのもあるわで、昨日たまたま栗浜行って、で県に会って、うん、いつの間にヘディングになったんだよとか言ったら、なんかいやーとか言って、なんかよくわかんないこと言って、もう忘れちゃいましたけどあと長友勝つすごかったですね、この前ね、うん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 、やっぱ替えが効かないですよね今ね、うん、以上ですバツッとねでもまたキーボーの話になっちゃいますけど、この前点決めてたじゃないですか、はいはい、で結構なんか木田さんみたいな感じで、俺結構シュート外した時みんな厳しかったんですよね、キーボー1点でいいんだなみたいなとこありますけどね。いや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 、そういうことじゃないでしょ。そういうことじゃない、うん、多分時期的なものもあるみたいな、はい、時期的なもの時期とかあるんですねね、いやいや、木田さんがバーンと入れてセンターに来た時によしってやってるところの姿がね、すごくグッときちゃってね、僕はね。はい、ということでございまして、お時間やってきました。ということで皆さん、マチさんに大きな拍手お願いいたします。ありがとうございます。最後写真撮っていいですか。あ、どうぞどうぞ撮ってください。撮りましょうか、なんだったら。